ゆさです。ピンクラテ DB 始まるよ、イエーイ。今日はダイソーの新商品のコーンっていうやつでメイクをしていきたいと思います。それではどうぞ。じゃあ早速メイクをしていきたいと思います。まずこれがカバークッションナチュラルベージュのファンデーションです。これを塗ってきます。ちょっと取って多いんでここに塗っていきます。なんか日焼けしたんですよ、部活入って。なんか外部なんですよ、したら日焼けしちゃってちょっと最近悩んでます。ママにも言われるんですよ。これをここと適当にちょっと塗ってきます。あとここに塗ってこれをぼかしていきます。まあ適当に時間が経てば綺麗になっていくんでこのクッションファンデめっちゃいい匂いしよう。次は眉毛を描いていきます。このシェーディングマットクールトーンで眉毛も描いていきます。これはブラシですね。なんかいっぱい入ってるこれ使います。こことここの間の色を使っていきます。なんかこんな感じで眉毛のピューンって生えてるじゃないですか。こうやって生えてるんで毛に沿って塗っていきます。なんかこっちの方が濃くないですか？大丈夫ですか？じゃあ大丈夫です。もう気にしないです。眉毛なんか前髪に隠れるんで。したら一番大事なお目目をやっていきたいと思います。本当に大事です、私にとって。これを使います。アイシャドウパレット02番ドライブーケ。まずはこの色を目全体に塗っていきます。ちょっと手で塗ります。最近髪の毛を切ろうと思ってボブにしようかなって悩んでるんですけど、どう思う？暑いと思う。ボブが？絶対首は暑いですよね。短い方が涼しいって思いがちだけど、意外と縛った方が首に髪の毛がつかないから。確かに縛れる長さの方がね涼しい。ボブに憧れてんですよなんかボブ可愛くないですか？うん、なんか似合わない気がする。でもゆうさんもマリオもだけど、多分顔の形的にボブめっちゃ似合う気がする。じゃあ秋ぐらいにすれば。秋忘れてるかもしれないOK です。そしたらここのと自分から見て右から3番目のアイシャドウをここになんかこんな感じになるように塗ってきます。こんな感じにやって目がでかく見えるようにします。まあ後でアイラインすればちょうどよくなるんでどっちもやっていきます。基本的にゆずはのメイクはどっちかが成功すればどっちかが失敗します。多分大丈夫です。したらリキッドアイライナーを塗っていきます。03番のグレイッシュブラウンです。なんか最近はちょっと垂れて跳ねるみたいなこういう感じで引いてます。最近はなんか前までは一本線でちょっと垂れてたんですけど、最近はこのピュンって跳ねるのにハマってます。ちょっと薄いから涙袋とかにも使えそうです。そしたらこのまま涙袋と二重の延長線を描いていきます。涙袋はこれぐらい、これぐらいのニコってした時にここら辺に出る線に沿って真ん中だけピュッピュッピュッってやってぼかしていきます。で付け足してぼかしてっていうのを繰り返します。OK です。
ったら二重の延長線をピッて書きます。二重の延長線を書くことで目がでかくなる気がします。そしたらまたアイシャドウに戻って黄色の色を使います。と自分から見て右から5番目です。このここだけ目塗ります。 OK です。最近はアイシャドウについてるこういうここら辺のラメとかをちょっと手に取ってここに塗るのにハマってます。反対側も。次はマスカラをやっていきます。マスカラは100均目じゃないんですけど、ちょっと塗ったらこうやってして、これでこうやってやると束になってきます。こんな感じです。反対側もピョン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 シュッシュッてなってきます。 OK です。マスカラは終わりです。そしたら涙袋。涙袋はリキッドアイシャドウ04オーロラピンクをここら辺に塗ってきます。すごいキラキラしてかわいい。こんな感じです。目は完成です。次はチークを塗ります。チークはこれハイライトの03番ピンクライトをチークに使っていきます。これを使います。ちょっと取ってこういう風に塗っていきます。次はハイライトなのでハイライトにも使っていきます。ハイライトは手で取って鼻のところとここにも塗っていきます。そしたら次はここです。ここにも塗っていきます。そしたら OK です。あとはリップを塗れば完成です。リップスティックティント02番ブラウンレッドを塗ります。ここに塗って、あとここに塗ってぼかします。こんな感じです。血色がつきました。薄付きの人は結構好きだと思います。こんな感じで完成しました。個人的にこのアイシャドウがお気に入りです。すごい発色もいいし色がいっぱいあってめっちゃ良かったです。あとこれも好きです。なんかラメがめっちゃキラキラしてて、しかも塗りやすいしいいと思いました。皆さんもぜひ買って使ってみてください。100均でこの全部揃って、このブラシさんも揃えます。メイク初心者さんとかメイクこれから始める人とかでも真似しやすいと思うので、ぜひ買ってみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。